こんにちは、体の枝十万円勝負です。今日は2021年の7月9日、2時間48分も過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝越えの値段は 148.789 円ということでね、本当になかなか160円いかないなと思ってたら150円も切ってますね。はい、これ15分足でちょっと、ここは何時かな、9時半ぐらいからちょんと上がって150円一旦超えたんですけど、また落ちてきてますね。はい、この土日でね、どうなるのかなっていうところですけど、まあ、アロンゾホワイトに、来週ね、ちょっと切り替わるということですけど、まだそこで、それくらいだとインパクトがないですよね、やっぱりね。はい、だから9月まではね、まあ何もないぐらいの感覚でいた方がいいかもしれないですね。はい、ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、今日はまずこれかなと思いますね、お伝えしないといけないのは。レモンステークプールさんですけど、バイナンスへエイダを預けている方、日本で利用できなくなる可能性がありますと。もしステーキングを検討でしたらレモンをお願いしますと。何か不明点があればいつもお問い合わせください。大手銀行サンタンデール UK もバイナンスへの送金サービスを停止ということで、ちょっと見てみます。はい、こちらコインポストですね。大手銀行サンタンデール UK もバイナンスへの送金サービスを停止と。バーグレーズに続く事例と、大手銀行サンタンデールのイギリス支社、サンタンデール UK は顧客が仮想通貨取引所バイナンスへ送金するサービスを停止している。大手米 A 大手銀行バークレーズの停止措置に続く事例だ。7月8日に掲載された声明で、同行は最近数ヶ月イギリスの仮想通貨詐欺の被害者が増えている、顧客の安全を守るのは我々の責任であるため FCA の警告を顧客によるバイナンスへのペイメントを停止することを決めたと。7月5日にはバーグレーズ銀行も FCA の警告を理由に同様な措置を取っていると顧客に伝えていた。 FCA は5月26日バイナンスが英国で規制されていない取引所であるとして注意喚起する通知を発表した経緯があると。一方、バーグレーズ銀行の事例と同じようにバイナンス側は FCA の通知はバイナンスのユーザー資金の扱い方を指摘したわけではないと主張している。 FCA が通知で取り上げたのはバイナンスマーケッツリミティッドで、グローバル取引所バイナンスドットコムは含まれていないと。また銀行による対応措置のほか、7日にはバイナンスがシングルユーロペイメントエリアにおけるユーロの入金の停止を対応を停止すると顧客に伝えた。当時我々のコントロールを超えたイベントがあったため、このような決定に至った停止は一時的なものと説明したと。同社に対する複数国の規制強化を受けたバイナンスの CZ 最高責任者は、7日に公開書簡を発表、規制バイナンスの考えや取り組みについて話した。その詳細はコインポストの記事でまとめられていると。はい、じゃあそのバイナンスのね、記事ですけど、金融庁も警告したバイナンス CEO が語る規制の対応策と、 CZ 氏が公開書簡発表。大手暗号資産の取引所バイナンスの最高責任者 CZ は、同社が対する規制当局の目が厳しくなっていることを受け公開書簡を発表したと。最近日本を含めシンガポールやケイマン諸島などバイナンスの事業に対して警告を行う規制当局が世界で増えている。 CZ 氏は規制や仮想通貨業界の今後についてバイナンスの考えや取り組みを説明したと。はい、日本も入ってますからね。はい、金融庁バイナンスに2度目の報告警告。まずは仮想通貨業界に明確なガイドラインができるまではユーザーの利益を守ることを優先して事業を行ってきたと説明。トレードのルールを整備したり、ハッキング等の問題が起きた時に備え SAFU を蓄積していることや、ユーザー教育のためにバイナンスアカデミーやチュートリアルを用意しているなどの取り組みを例に挙げたと。はい、SAFU って何ですかということですね。ハッキングで仮想通貨が盗難された場合など緊急事態にユーザーの資産を補填するためにバイナンスが蓄積するファンドということですね。はい、コインチェックがネームの時は、少しっていうかだいぶ経ってからね、少し確か補填したと思いますけど、そういうのがあるんですね、バイナンスもね。はい、また米国や英国などの規制当局とも協力し、マネーロンダリングやテロ資金供与詐欺を防ぐようにも努めていると主張。2021年は現在までに5600の調査要請に協力したと明かしている。すごいですね、この量。この数は2020と比較して2倍に増加していると。バイナンスは急速に成長したため、常に正しい攻撃だけを行ってきたわけではないが、日々学習をし改善を重ねながら事業を継続してきたと説明したということですね。だから、まあ、すぐにはバイナンスが使えなくなるというようなことはないでしょうけども、そういう可能性はちょっとね、頭に入れとかないといけない。ただまあ取り
エイダをね監禁するぐらいだったら多分他にもいっぱいできるとこあるのでそれは大丈夫ですけど、とにかく置いといて、ハッキングされてなくなるとかね、今言ったように使えなくなる、使えなくなるっていうか取引ができなくなるっていうのがやっぱり避けないといけないので、やっぱ鎧かダイダロスには入れとくべき、まあ他でもいいんでしょうけどと思いますね。はい、で私実際にバイナンスに置いといた時、もう仮想通貨買い始めた時、2018年の、そのコインチェックの事件があった頃ですね、あの頃に、まあ、いろんな買い方をとかいろんなコインを買っていて、でバイナンスでね、ハッキング、されたことがありますので、はい、非常に怖いし、これがね多分その時あったのかな、一応バイナンスにメールしたらね、残念ですねみたいなメールが来ましたけど、はいはい、そのダイダロスについてのツイートがありましたね。夢見る暗号通貨マンさん、環境動作環境について調べてみたと。推奨環境64ビットデュアルコアプロセッサー、8ギガラム、15ギガバイトの空きスペース、ブロードバンドインターネット接続ということで、ダイダロス重いんですよね、パソコンでしか使えないし、はい、ですけどまあそれをね、めんどくさいけどもやっぱりね、個人の責任で管理した方が、まあ、大変ですけどね、セキュリティ的には上じゃないかなと思いますね。はい、でちなみにこの方に何だっけ、ゴルゴ13いますけど、最近おとといでしたかね、ご紹介した単行本、今日読みまして、なかなかいい話でしたね。アフリカも出てくるし、まあ、中本さとしが、まあ、メインなのかな、ちょっと分かりませんけど、2014年 の、 記事というかね、漫画だったみたいで、でも2014年時点で、まあ、しっかりね、ビットコインについて、ちゃんと書いていたと。で中本さとしの思想もちゃんと、話の中にちゃんと出てきてるのでね、はい、素晴らしいなと思いましたね。2014年に読んでおきたかったなというところです。はい、そのアフリカですけどね、このジェームズ・バウアーさんっていうのかな、はい、が、ツイートしてますが、ワールドモバイルの方と IOHK の方と、マチャールさん、 IOHK の方ってこっちか、はい、とジョン・オコナさん、アフリカの方ですね、アフリカやってくれてる方で、この方のね対談が、動画になってますので、興味ある方はご覧ください。なんだろう、まあ、ここのね、話がメインだと思いますけど、私はね、ちょっと英語だけで字幕もないので聞き取りにくかったですが、やっぱり、その、アンバンク、バンク、ゼアンバンクっていう話とか、あとやっぱ、なんだろう、コネクト、通信もね、なかなかできない人たちに対してどうしてるよとか、まあそういう、まあ基本その30億人の、そのね、経済圏、先進国とかの経済圏から外れてる人に対してどういうアプローチを取ってるかっていうのが具体的に話がされているような感じでしたね。はい、カルダノデイリーさんですけど、こちら見た方が早いですね。カタリストのファンド5ですね、はい、これの、有権者登録が、できるようになってましたので、私はやってみました。皆さんもね、やられたか、やる予定の方はね、登録期限ありますのでね、はい、早めにやった方がいいと思いますのでよろしくお願いします。はい、では値段に戻りまして 148.79 ですね。14,012.9×148.79 で元本が10万円ですので、計算しますと、あー 200% 切っちゃいましたね。あ、2000%か、198万4979円のプラスということで、行き過ぎた。はい、ですね、計算、桁が分かんなくなっちゃったけど、1984.97% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。